はい、今回は MF ゴースト第5話が放送されましたので、その振り返りだったりとか原作との違いについて触れていこうかなと思います。今回ですね、原作からというとアニメかなり改変があったかなと思うんですけれども、追加要素だったりとか順番を入れ替えたりとか、いろんな要素で本当素晴らしいアニメ構成になっていたんで、まさにこれこそアニメ化によってブラッシュアップされた作品だなと感じる回だったかなと思います。加えてなんですけれども、絵では分かりにくかった部分で、イニシャル D の片桐からたの師匠である藤原匠のね、要素だったりとかがよりこう忠実に再現されている部分があったりとかで、またねこうイニシャル D の良さとかも引き継いでいるのがより分かるシーンがたくさんあったと思いますし、最後の最後の引きがもう完璧だったと思うので、その辺についても触れていこうと思います。ぜひ皆さんのご意見だったりとか感想等あればコメントお待ちしております。いつもたくさんのコメントありがとうございます。動画制作の参考および励みになっております。では早速本題に入っていこうかなと思います。ちょっと今回ね、ちょっと風で声が枯れてるんでガラガラなんですけれども、ちょっとテンションが上がってるんでこのまま喋っていこうと思います。まず前回第4話の方は、本戦がついに始まりというところだったんですけれども、タイヤマネジメントの話で幕を閉じましたよね。第5話のアバン、冒頭ですね、オープニングの前なんですけれども、前回の続きかとなっていて、原作でいうところの第19話となっております。片桐彼方が86をスライドさせてタイヤを調整する場面から再度スタートとなります。尾形がね、ドッグファイトに加わる部分はどこまで本気で言っているのかとね、疑問に思う場面もそのままとなっているんですよね。尾形の目録では何事もなく15位で完走して賞金を手にするという目的を思い浮かべていますが、彼方はもっと上を目指している。このあたりも細かいセリフを省いているんですけれども、違和感は全くありません。そしてオープニングへ。で、オープニング後ですね、原作では言葉ベースですが、しっかり神15の走る姿を申し分なく再現していました。ここで原作ではすぐに解説の小柏がレギュレーションについて話をするんですけれども、その前に大谷の相葉が初っ端から入れ込んでくることを解説しながら走るのも追加となっています。一瞬の判断ミスが決定的なミスにつながる。それが MFG3 年目の決意というところをね、ここであえて挿入してきているんですよね。原作だともっと後ろなんですけれども、15位以内で争う選手たちがここで頭に出すことによってどんなキャラクターだったのか分かりやすくなってるんですよね。続いて大石大吾ですね。タイヤとグリップウェイトレシオに文句を言う場面ですね。ランボルギーニも余すことなく映していました。先に走りを見せて、ここから小柏会の解説へと移るんですよね。このあたりも構成が変わったりで、文字ベースではなくちゃんと会話として成り立つ仕様になっております。原作の方だとね、どうしてもこう田中の言葉だったりとか小柏の言葉ということで、字だけ見てるとよくわからなかったんですけれども、よりこう会話でのねやり取りっていうところが忠実に再現されていて、変更されている部分もあるんですけれども、非常にわかりやすくなっています。そしてリッチマンレギュレーションの部分も同じですね。ここに来てターニングポイント、ミハイル・ベッケンバウアーの登場でバランスを重視するという流れになっているというお話がありましたね。ただし、彼方の86はパワーがなさすぎて、尾形がこうムスッとするのも同じ演出となっております。改めて思ったんですけれども、ここで小柏もアキナの86につながらない部分からも深い部分までこう理解していない、両高橋の思惑、この MFG に対する回答っていうところがいいとこまで行っているんだけど気づいていないっていうのがよくわかるシーンだなと、改めてアニメでわかりやすくなっているかなと思います。その後文博は小柏を称賛していますが、文博ベースでの話となっています。正しい解釈に行き着いていない部分がよくわかりますよね。行動最速理論の回答編である部分の回数なども原作そのままとなっております。この辺は重要なんでね。そのまま原作通り、坂本相葉俊の攻防戦となるんですけれども、ここも原作ではただ競っているだけの解説でしたが、大和魂とか坂本の会話を追加することによってキャラ紹介みたいな感じに変更されているんですよね。これもすごい良かったなと思います。そして原作はね、20話へと移ります。今回のタイトル連携プレイとなっております。尾形と彼方の会話もそのままですね。そのまま矢敷田兄弟と前園の場面へと移り、原作通り進んでいきます。フォーメーション3の指示ですね。矢敷田兄弟、この2人の演技めちゃくちゃ良かったなと思います。八代翔のこの大人っぽさだったりとか、北原希のちょっとキャピキャピした感じっていうか、あのバランスもすごい良くて、矢敷田の解像度が一気に上がったなと思います。本当これ原作でももちろん面白いんですけれども、アニメにすることによって何倍も楽しめるなと思ったのがこの矢敷田兄弟だなと個人的には思っております。前園のシビックがまんまとバナにはまって、北原希が陰をねじ込んでいきますよね。ここでね、追加のセリフあるんですけれども、お先にと言っていますね。これは原作ではなかった言葉となっております。こういう細かいところもいいですね。そして前園の後ろから迫る86号車、ここがヤバすぎました。原作再現ですが、アウトから抜きに行く86、取り方がもうヤバかったですね。これはもう本当アニメーションだからできる部分だったりとか、漫画でも同じ描写なんですけれども、こうゾッとする部分だからね、本当前園と同じ気分になった方もたくさんおられたんじゃないかなと思います。面白くなってきたね兄貴というね、北原希の言葉で原作第20話は幕を閉じます。
ヤシオカ君の方がしっかり彼方の86号車を分析しているのも地味にいいシーンですよね。あっという間に前半が終了してしまって、体感スピードがレースだからこそもありますが、もうほんと5分程度だったんじゃないかなという速さでしたね。そして原作の21話へと移ります。エンジェルスサイドのお話ですね。リーダーズボードについての強固に質問がありますが、このリーダーズボードっていう単語自体もシンプルになっていて省かれていましたね。で、萌えちゃんの一押しドライバー質問コーナーもそのままとなっていて、ちゃんと親衛隊みたいなのも原作そのまま再現となっております。エンジェルスの大変さを実感し、レースへと移ります。ヤシオ兄がカナタがセクター3へ入るまでにマージンが必要と判断します。そこから首位争いへと移るんですけれども、コカシアの石神を擁護する解説は、石神ミハエルの会話の後だったんですけれども、ここで先に入れる方が分かりやすい構成となっていて、こういう細かい調整がたくさん作られていて非常にいいなと思います。石神がね、ミハエルの話をするのも原作そのままですね。で、個人的にこのシーンすごい良かったなと思うのがミハエルのシーンです。ここ原作ではミハエルが考えている内容が吹き出しで出てるんですけれども、後半までは自分の口でね、この言葉を喋っているんですよね。この中二病感が出ていてめちゃくちゃ良かったなと思います。ここでもう少し詳しいポルシェの解説がミハエルから原作ではあるんですけれども、まあ、例えばラルスケルン先生が見せてくれた神の領域の走りを忘れないとかね、これもねいいところなんですけれども、これをアニメで出してしまうと若干話がややこしくなってしまうので、カットしてるのはもうある意味正解だなと思います。ゲルマン民族が作った最高傑作のシートに座る資格はしっかり再現されていましたね。で、場面は変わり3位争いですね。坂本相葉俊の場面ですね。この辺りもそのまま7番ちゃんのキスは俺のもんだっていうところでエコーがかかっていて、レンがおかんを感じる流れもしっかり再現されております。そして赤羽ですね。こちら小頭の赤羽の解説はそのままで、原作21話は幕を閉じます。で、その後はね、大石の出上がったの赤羽っていう、これは先に赤羽が喋っているんですけれども、順番が逆になっていたりします。赤羽のリースシステムが合理的という話がありますが、これはねカットされています。ややこしくなる部分は徹底的にカットされているところがあえて大胆で非常にいいなと思います。その後順位のアナウンスですね、絵で見せて最後踏み色を映したりとか、いろんな思いが渦巻いているのを感じる演出となっているのもすごい良かったなと思います。そしてこれまでの MF ゴーストのアニメでは毎回なんですけれども、ユーロビートがスタートします。ここからが個人的に一番やばかったなと思います。原作通りですが22話は終わりとなります。片桐かなたが走らせる86のコーナーの速さに驚愕する前園、どんどん離されていくシビック、この描写も前作イニシャル D の藤原匠もしくはケイスケを彷彿させるような速さに感じたんですよね。特にプロジェクト D 編で戦っていく中で、そこまで強くない相手ってたくさんいたと思うんですけれども、もちろん強かった人物なんですけれども、二人が圧倒的な勝利を収めたシーンで同じように重なるような描写がたくさんあったんですよね。これを映像で見るとめちゃくちゃ興奮しました。10位の BMW が故障していますが、このあたりも完全にアニメではモブとなっています。原作では少し話があるんですがカットとなっております。そして矢敷兄弟へ迫る86、片桐彼方ですね。矢敷兄弟が作戦を考えるのも同じとなっております。ここで原作ではエンジェルスの話になるんですけれども、この場面はカットされています。今後出てくるかは分かりませんけれども、あえてこうレースに集中する上でカットとなっております。で、原作では24話ですね、もうすでに5話分ぐらい今回進むんですけれども、ここからカナタの経歴の解説が田中からされていきます。若干省略されながらなんですけれども、きっちり解説されております。とんでもない経歴に小頭が驚くのは、原作では言葉だけでしたが、アニメでは姿がしっかり映されていて、その感情がよく伝わってくるんですよね。で、尾形も驚いて、ここで相葉の根本的に何かが違うというのは原作では尾形が言っているんですけれども、今回はねちゃんと過去回のアニメの挿入が入っていることでより分かりやすくなっております。で、その後もとんでもない経歴が原作のそのままで語られていきます。サイオン事件も同じですね。そしてここでまさかこの段階で講師の存在、匠藤原が登場してきます。こちら原作25話の扉へとなっているんですけれども、彼方と匠が移り第5話が幕を閉じました。皆さん第5話いかがだったでしょうか。ほんとこれ原作とほぼほぼね違った展開となっているんですけれども、同じ内容でありながらも順番前後を変えて無駄な部分は大胆に省くというね、本当に改変に改変を重ねている内容だったんですけれども、もうこれ以上はないんじゃないかなと思う素晴らしい完成度だったなと思います。で、先ほども紹介したんですけれども、ちょうど前園のシビックを話すシーンがまさに文宏がね白黒のパンダ取るのがダブって見えるぜってね、同じことを言いたくなったようなそんな展開だったんで、ぜひねもう一度見てもらいたいなと思います。そして次回予告あったんですけれども、予告がね今回一番良かったと言っても過言ではないんですけれども、小頭が泣いてるんですよね。もうこっちも泣きそうになったんですけども、次回はねそういうところでまたグッとくるんじゃないかなと思います。これも小頭が描かれているからこそのイニシャル D のファン
だったりとか、イニシャル D から知ってる人からすると本当一緒の気持ちになるんじゃないかなと思います。まあ、次回ヒューンのラリーシストということで、匠の経歴は語られていくと思います。本当体感スピードも素晴らしいですし、内容も完璧だと思うので、ぜひ皆さんのご意見だったりとか感想だったりあればコメントでお待ちしております。今回は以上になります。また見てやってください。さようなら。